スワイリームズ聖書は、カトリックの英訳聖書である。英国が聖公会を結成し、大部分がそれに改修すると、そこから逃れてきたカトリック聖職者たちによって、スペイン領フランスのドゥエ大学にて、ラテン語ウル型わけから英語に翻訳された。新訳部分は1582年に、フランスのランスで出版され、注釈や解説とともに一巻に収まっていた。旧訳部分は、 その30年後に、ドゥエ大学によって、計2巻の形で出版された。創世記をカバーする、第1巻は1609年に発刊され、紙編から、マカバー駅までをカバーする、第2巻は1610年に発刊された。新約部分は1600年、1621年、1633年に改定再版され、旧約部分は1635年に改定され、 その後、100年間、改定は行われなかった。1589年、ウィリアムフルクは、ランス・ドゥエヴァン新約聖書とプロテスタントの主教聖書を平地し、さらにそれにカトリックを批判する注釈をつけたものを出版した。ウィリアム版のランス聖書は、17世紀の英語の発達に意義深い影響を与えた。ドゥエ、ムズ・バイブル、チャロナーノーツ、ハット・レード、GJ、 The Evolution of Our English Bible The American Catholic q u a r t e r l y Review Volume XXX 1905トゥエ聖書からコトバンクリームズトゥエ聖書からコトバンクありがとうございます